はい、皆さんこんにちは。今日はですね、大工ならみんな持ってるこのペケ台を作ろうと思います。で、実は僕はね、以前も作っていまして、それがこちらになります。ででーん、まあ、これがペケ台のうち の1枚のものなんですけど、真ん中にね、溝が切ってあって、ここが軽量化のために切り抜いてあります。で、ここの下なんですけど、下はですね、地面と の接地面を減らすために中をですね、切り抜いて両端だけですね、つくような作りにしてあります。で、今回作るのはこれと同じものを作ろうと思います。で、今回ですね、ペケ台で使うのはこちらになるんですけど、もうすでにですね、長さが760で4枚切ってあって、真ん中の溝が入っている状態になります。真ん中の溝はですね、コンパネがここに入るわけなので、コンパネの厚みよりですね、ちょっと大きいぐらいがいいかなと思います。この溝の終わりはですね、この高さの真ん中で穴を開けて、そこまでですね、丸のこを入れたような形になりますので、ちょうど芯になります。で、こちらもこちらの芯に溝が来て、高さの芯にこの穴が、ペケの溝の終わりが来るような感じですね。はい、まずはですね、台の、地面と接面を減らすために下の方を切っていこうと思います。はい、今回はですね、この台の下の方の切り欠きなんですけど、このような形で切ろうと思います。で、この斜めの線がですね、切るところなんですけど、あとこっちの隅にこんな感じで、こっちも斜めにですね、切っていきます。で、寸法はと言いますと、始まりがですね、外側から105のところで、こっちの斜めの終わりが250のところです。で、下からですね、下からが100、下から100という形で、今回はですね、台の方を切っていこうと思います。はい、それではですね、この台の下の方を切っていこうと思います。で、今回はですね、このスタイロフォームの切れ端がありますので、これを敷物にして切っていきます。
な感じで切れたらですね、今角がですねまだ丸のこで切れてなくて残ってますので、この手の甲を使ってですね切っていこうと思います。こんな感じで、ペケ台の下の切り欠きが終わってですね、次はこの中のくり抜きの方をしていこうと思います。今回の炭はですね、上の方から150で、上の方から550の線と、横はですね外の方から100と外の方から350で炭を出しました。で、内側の方もこの溝までですね、約100ぐらいありますので、まあ、強度的にはね、全然大丈夫だと思います。このペケ台でですね、重たいのを乗せないと分かってる人は、もうちょっとですね、幅が狭くてもいいかと思うんですけど、重たいのも乗せる可能性がある場合はですね、ある程度強度を持たすために、まあ、100ぐらいはですね、あった方がいいかなと思います。まあ実際現場ではですね、このペケ台にあのプラスターボードとかですね、何百キロっていうものを置いたりするんですけど、まあ、今このような形の、くり抜きでもですね、まあ、割れたりとかいうのはないので、まあ、強度的にはね、いいかと思うんですけど、まあ、あまりにもですね、ここら辺の幅を狭くしちゃうとちょっとね、強度的に心配になってくるので、まあ、そこら辺は考えながらですね、お好みでやってもらえるといいかと思います。
はい、それでは4枚ともですね、中のこの切り抜きの隅の方を描きましたので、今からですね、丸のこで切り替えていこうと思います。ブイーンって、はい、中の方を切り抜くときはですね、スタートが丸のこを入れないといけないので結構難しいので、まあ、そこら辺はね、注意しながら作業の方を進めてくださいね。こんな感じでですね、入れないといけないんで、それでですね、4枚ともこの中のね、切り抜きが終わったので、あとはですね、このペーパーをかけて終わりたいと思います。こんな感じで中の方をくり抜いてですね、この下の接地面を減らすことで台をね、安定させることができると思うんですけど、実際にですね、これを組んでちょっと見てみようと思います。このね、ここのですね、溝に上の方の溝を合わせて、こういう風にちょっと入れると、こんな感じですね、安定させることができます。中をくり抜いたことでですね、軽量化ができて、なおかつこの下のね、ここの接面を少なくしたことで非常にね、安定することができます。で、今地面がコンクリートなんですけど、これがね、仮に外で黒土とかちょっと安定しない場所だとしても、下をですね、切り抜いて、今ここの角の方しか地面についてませんので、それによってですね、非常にですね、安定してこの作業台をね、設置することができます。はい、それではですね、今回はこのペケ台の中のこの切り抜きと接地面のね、切り欠きの加工だったんですけど、どうだったでしょうか。今回の作業でですね、特に注意しないといけないのは丸のこを使ってますので、
で安全にはですね特に注意して作業の方を行ってください。今回ですね中の切り抜きを僕はですね丸ノコで行ったんですけど、慣れてない方はですね非常に危険な作業になりますので、そこら辺はですね注意して行ってください。丸ノコじゃ怖いという方はですねインパクトでなんか切りなんかですね角に穴を開けて、あと糸ノコとかねそういうので手で切ってもいいかと思いますので、安全にはですね注意して作業の方を行ってください。はい、それではですね今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。